ダメだ、マナが来ねえ。はい、コバルトいらん。あそこでブラブラしてるぐらいだったらな、なんか拾った方がいいな。結局種か、種やるか。ほんと無駄だもんねこれ。置けるね。あ、ここでいいか。この辺は種置けないの。あ、マナじゃんこの人。マナです。減らす。シード、シード、はいはいはい。この二人、ムーンシャード行きます。ムーンシャード行きます。ムーンシャード、マナ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 、これあれ、あ、これを作ってそのまま来たのか、オートで。はい、終了。今どこ行こうとしたんだこいつ。なくなっちゃった。さらば。プライチャもういい、さらばだ。はい、モアダメージきました。さあと4時間ぐらいで来るぞ。そろそろ置くか。ほい、1個前にあれ置くか。これ君ちょっと作ってみる。マナ使うのか。でもまあいいんじゃない。うん、なんか壁になるものを置ければいいんだけど、これを置いとくと壁になったりすんのかな。あー、いいかもな。そうすっか。でこれ一人だとやっぱ荷が重いっていうか。こうね、できた？やってないね。ファスターヘルス。じゃあ2人目のブレードやりますか。今ダメージなんでこっち。はい、ダメです、増やせねえなあと。あ、でも結構増えてきたね。156だ。あと頑張って買っていけば地道に増やせるね、これで。重要だね、これ。うん。多いやつ、種売っちゃってさ。15売って1でしょ？で、6、6マナで1だから、うわぁ、180ってこと？あ、90か。ん？ 6 倍だよね。90か。種90でエナジー1。あ、そう考えると、種バンバン拾うってのもありか。これ売りまくってマナを買いまくって、で種を、ちょっと今ピンとしたけど大丈夫。なんか全然、何のピンだった今。これの音ちょっとわかんないけど、はい、ファスタードルイドすっか。早いのがドルイドがいいっていうわけじゃないと思うんだけどね。なんかそういう選び方をしている今。はい、いらない。さらば、さらばだ。はい、わあ、どんどんなくなってくれ。マナの人いる？いた。下行こうか。でこれ作っとくと飛んできたインプの壁になるんだよなきっと、っていう使い方っぽいぞ。
そんな気がする。はい、2つぐらいあったらここにいりゃいいんじゃねえかな多分。あとはいいかな、暗いね。はい、君はマナですね。はい、開いた、ゲートを開いた。マナ近っ。さあどうなるかな。はい、ここね、下行って、これ来た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 、撃つべし、バンバン撃つべし。お、吸われてったねこれにね。来ましたね。あ、吸われる吸われる。あ、吸引剤みたいな匂いでも出してんのかな、インプフェロモンみたいな。いいんじゃない。できた、まだか、なかなかできねえな。はい、なんか出てきた。なんだこいつ。ああ、これ、あ、やべ、音楽が変わった。こいつはなんだ、ビホルダー、アーマー4、体力3秒。まあでもそんなでもないだろう。いけるいけるいける、そんなでもないだろう。はいはい、いけるいけるいける。ああ、まあ、ビギナーですから、ビギナーモードですから。いけるいけるいける、いいじゃないか。ああ、うわ、あ、でもそんなでもねえな。あ、やっぱこの縦戦法いいかもしんない。いいぞいいぞいいぞ。あんま撃たねえなこいつら。上の方が撃つ、上の方がいいみたいだね。登った方がやっぱ射程伸びんのか。また新しいやつ、バーニングなんとかってやつ、これか、バーニングアーマーか。やられるとき爆発してんね。いやー、いけるじゃないか。硬っ。これでもこのドルイドのあれが当たると、いや、ドルイドのやつ当たってなくてもなんか無理やり倒してんね。いけるいける、勝利じゃ。あー、たまったたまった。いいよいいよいいよ、これいけちゃうんじゃない。また、あー、いいじゃないか。これこれだな、これで壁だやっぱり。どうだった、降りて、あと体力回復したいね。落ちてんね、こうね、回復作っとくか。ここに、でも壊されちゃうのか。だね、大丈夫だったっぽい。いいぞいいぞ。はい、間髪入れず選定する俺。オッケー、あと6171か。はい、この辺のやつを置くとあれか、光るのか。 OK、 これ直せる。あれはあれかな、解体かな、今やってんのは。よし、じゃあまたコバルトバスター、よし買うぞまた。ほい、あと60、マナは500ぐらいあればいいんじゃねえかな。
500ぐらいあればいいんじゃないかなとか言っておきながらどんどん減らしてる俺。はい、プラ2ね、プラ2、プラ2をどんどん呼ぼう。先にね上げちゃえば人口が増やせるから、その分またマナの回収がはかどる。マナマナ、はい、ヘルスポイントいいや。はい、ノーパーク、はい、マナです。もうこの後どうなるかだよな。掘るか、こっちレベル3になって本当何が出るか楽しみ。何？バニッシュ消えた、終わっちゃったよ。奥のやつか、掘るしかねえな。またあ、マナ出たね。あと27いけるんじゃないかこれは。あ、消えたね。立てるか、ここ。下やっぱあんまりいらねえなこの人たち。こいつじゃないと倒せないやつがいるかもしれないよね。遠距離攻撃に強いやつとか。2、3人はやっぱりいた方が良さそうな気がする。マナ来た、マナ来たよ。君さらばだ。ファスター、それはシード、うん、難しいとこだけど一応やっといて、売ってエルブンエナジーに変えよう。はい、90拾えばエナジー1個だから45回拾わないといけないのか。あ、プラ2だと1回で3か。30回拾えばエルブンエナジーが1個。遠いな。あと24いけるんじゃない。もう買っちゃうこれ。いきますよこれ。いけるいけるいける、よし、300あげるぞ、ほいや。で、なんだっけ、まずこれだろ。20足んね、買うわ。はい、でドルイドの強いやつでしょ。来て来て、これをうわ、立たねえ、相変わらず立たねえ。どこに立てればいいんだ。オートセーブね、ここ。うわー、立たねー、これも壊すか。ドロイドのやつ上位互換だと俺は信じてるよ。はいはい、であれか、家が置ける。はい、あれ行った、行ってないぞ。家、これね、これそうだよね、うん、ちょっと全然見えないんだけど、上にも立てて、お、ゴアーマー来た。これはどうなんだろう、強いのかいまいち分かんないけど、ドルイドこれやってみる。じゃあ家が立ってます、これ。はい、じゃあ君ドルイドにちょっとなってみようか。硬いドルイド、で上に、ちゃう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 、君こっちこっち、で君上行って家建てる。はい、ダメです。で下掘ってみるか、地下がどうなるか。あ、なんでそんなとこにいんの。
君何しとるやつ？よくわかんねえけど急に地下にいたわ。はい、あげる、立てる、下掘ってみるぞ。マナの人はマナ取る。ムーンシャドウ下掘るぞ。まあいっぱいいるからな、大丈夫と思うけど。この辺にも、あ、罠と重なるじゃんこれ。あ、そうなんだ、そういうところ優しいな。シード、まあ一応取っとこうか。はい、モアダメージ、はい。さあできてない、もうちょいね。フード取るか。次やばいね、フード。ほい、あ、これで終わりか。72人だっけ、これがないからか。立てられんの俺。はい、これ立てて、でもう一個横にこのテラスを立てよう。こうだね。で来た、ゴアーマーのあなた、あなたがドルイドになるにはエルフエナジーが20です。はい、変えるぞ。マジックデラックスキャスベリーデッドリーマジック、これはいいや、さらばだ。君 100%? デッドリーつってっからな、こっちの方がいいのかもしんねえな。あ、で、ヤグラ上げられんのか、また。ここ上げてみる？どうやんの？お、アークドルイド、なんだ？シャイン？違うな。シュライン？ギブズアークドルイドスペルズ、ザット、なんとかなんとか、全くわからんけど、あ、これもエナジーがいる。上げてみよう。ほう、高いですね。とても高い。前出る1個、また。その時来たらまた考えよう。この3つとかでいい気がするけどな。この辺か。あ、この辺、ここだ。あ、違う、こ、うん、わかんねえ。あげます。これ起きてえよな。ドルイド2、3人まず作って、で、結局エナジーか。50%いいや。はい。100%ダメージ。ダメージの方がいいのかな。はい。で、君が、アークドルイド。トレントってあの木の化け物だよね。スポーントルイド、違う、スポーンはタワーリングマイティスマッシングトレント。コスト1、エルブン1じゃねえし、20使うし、エブリー8セカンド。はあ、ははあ、こっちがドルイドレ、あ、こっちもドエナジーだわ。あ、いっぱい出てきた。壊れちゃう？大丈夫？大丈夫っぽい。うわー、こっちのコスト、しかも20だったよね、あれ。お試しで使ってみるわけにもいかねえって感じ？あ、で、置けるかな？家また。あ、置けね、う？あれ？これが最大だっけ？ 72？ あれ？ 81 じゃなかったっけ？マキシマムアマウントオブリビングツリー。あら、そうだっけ。しかもこれ上立てっとめんどくせえな。はい、おっと、上げきってるよな。72だったっけ。そっか、なんかちょっと違う感じがするね。うわ、エルフエナジーどうしよう。50%いいや。
フードプラニエ出てきたらそれもまたやろう。はい、いや君がどっちがいいんだこれ、こいつな。いやなんか額になんか変な紋章浮かんでんじゃん。はい、来ますね。ちょっと稼げるねこれで。まあ、どんな攻撃をするか見てみよう。とりあえずオッケーねえんだこれ。そうか、はい。でどんどん掘っていいのかな。マナマナ、はい。これは掘るよ。君はマナ、さらばだ。なんかいっぱい、おっとドルイドはまだ来ない。来た来た来た。あ、なんか足早いね、ちょっと。うん、バサバサしてる。さらばだ、さらば。フードちょっと欲しい。 100% ダメージ。フードどうしよう。全員向こうだ。この辺にいてくれ。まあ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 、あれアークドリルどうした。いたいたいた、やってる。あのビームか、ドルイド。おすげえ。おいいじゃないいいじゃない。攻撃速度も速いね、なんかね。こいつ選択できないんだけど。はい、ダメージが10から12。普通のドルイドも3倍。アーチャーは、アーチャーより低いね。でも撃つ速度が速いんだろうな。終了しました。これ取っちゃうか一回。まあ人数まだ来るか。はい、さらば、さらば。フードの人、フードの人。マナーは前行って、フードこれね。ダメージ、ダメージ、ダメージ。4人いる今。ドルイドにするか。まだいいか、プライチャー。もうさらば。あやばい、そこだと消えちゃう。あよかったよかった、よかった。種かいいでしょう。だから最初からたくさん種取れっから、もう全力で種取りまくって、で種売りまくって、マナに変えまくって、エルフエナジーを買いまくるっていう、それが一番いいのかなっていう感じがする。はいはいはい、 50% はもう使わない。なんと贅沢な。ああ足りない。やっぱフードだな。フードちょっとやばいかもしれない。あ、ダメか。ちょっと上作ってさ、フード置けるにしよう。たまったたまったね。じゃあ上に行ってもらうか。そこでちょっと待って、メニュー頼む。メニューどこだ、どこじゃー。出た、これね。この辺だよね。はい、まあ、これが最高戦力。3人4人は乗せたいよな、ここにな。で、あと、あれ、作る人は？作る人、こいつが。上行って、壁が必要だよね。これ。やってくれっかな？行った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 。はい。
さらばだ、さらばダメです。あ、フードだった。フードプラ1でもいいからちょっとやんねえとやばいかもしれない。はい、隣に、あ、立たねえな。ここならいいか。はい、上にここなら置けんじゃない、隣ができたら多分ね。あ、それまで待ってよ。ダメです。フード。はい、出ないね。こいつらどうしようか。来ないね、鹿。はい、鹿来ないんで、そろそろ呼びますか。あ、OK ね、 OK か。フードこうやって、どうしよう、ドルイドにしまうか。 100% ダメージのドルイド強いんじゃないの。あ、なれねえから。足んねえから、一人しかなれない。君ね、はい、で君はまあブラッドハンターで上げられないよな。あ、ドルイドのやつ壊しちゃったけど、ドルイド2とかいたのかな、そこが分かんねえや。そっか、レベル上がったからいろいろとなんか変わってる可能性が、これが上げられるとかねえか、特にねえか。やっぱ地下を掘るしかねえよな。お、マナいっぱい出る感じこれ、もしかしてこっち。いや、夜やべえか、掘っててくれ。オッケー、君はコバルト、はい、マナさらば。とりあえず急ぎのマナは必要なくなった。フードが急ぎです。ファスタイヤヘルスポイント、はい、一応ナイトに。で君もこれとこれね、よし行くぞ。とりあえずここで一回、これもういいな、来ねえな、すり抜けることなくなったんで。はい、いらん。シード、いや、フードまだいいや。フードフード減ってきた。やべヘルスポイント、こっち。ここね。で、フードのやつ上に1個作りてんだけど、人がいなくなっちゃった。作っとくか。いけるよな。はい、いけた。とりあえず、やっといてもらわないと、やばいんで、はい。ノーパークだけど拾っといてもらおう。はい、お、上の方がいいんだよな多分な。ここドルイドどこ行った、いたこっち。2人目、来たぞ。あちゃあちゃ、さあどうなるか。ビホルダー、こいつがバーニングアーマー、インプとリーチ、なんだ分かってきた名前が。おー、いいね。結局は何だったっけ、なんか強いんだよね結局。
当たらねえけどな。貫通すんのかな、もしかして。あと魔法だよね。これがどんぐらい強いのかっていう。やべ、ちょっと忘れてたな。これ間に合うかな。はい、貫通してんね、ダークドレイドのやつ。飛んでるやつがいなくなった後が見ものですな。いいね、いい感じ、いい感じ。いろんな音がする。いい感じじゃないか。持ちそう。アイテム出た。フード。そう、アークドルイド強くね。やっぱ強いね。しかもホーミングがあからさまのホーミングでいいね。ん、これこの後はもうあれじゃない、アークドルイド作りまくりでいった方がいいんじゃない。そんな気するよね。あ、でもホーミング性能ねえのか、やっぱ。まあ多分いい感じの割合でやれってことだろうね。通常ドルイドの防御力を減らすやつも結構有効だと思うし。いいねいいねいいね。すげえホーミングしてる。アークドルイド最高じゃねえか。足止めしてまとまったところに一網打尽だよ。いいね、連射速度ほんと速いし。おう、よし、ひたすらアークドルイドだ、こうなったら。